日は小笠原に遠隔旅行に来ていただきありがとうございます。すごい。それでは旅、あれ握手してるの分かりますか？はい、右手をぎゅっと、はい、そうです。手を振ってもらってもいいですか？はい、話していいですか？はい、話してください。はい、上手に入りました。時間と距離の制限がなくなる、まあ、それを超えたという部分については、旅の体験というのがまさに変わるタイミングに来たんではないかと。綺麗に見えますよ。はい、見えます。大丈夫です。すごい、私がロボットになってる。はい。あ、すごい。伝わってます。顔、硬い。動いてる。こうビクビク伝わってきます。こう甲羅の硬い感覚とか、こうちょっとヌメッとした感覚を本当にこの指で感じられて驚きました。まあ、これを具体的に事業化していくモデルをですね、まあ、できれば次年度には一つの形にしていきたいなというふうなところも考えてございます。